はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森動画撮っていきましょうか。さあ、あつ森動画を撮っていきましょう。ちなみにですね、皆さん見てください、この小物。この小物はね、なんとネッシーからいただきました。やっぱり住民からもらえるとめっちゃ嬉しいよね、服とか小物とか。まあそういった話はさておき、今日はね、なんと公式からとあるメールが届いてました。ですので今日はそちらのメール確認していきましょうか。まあ具体的な内容としましては、まあ4月の予定についてかな、まあスケジュールについて届いてました。ですので今から皆さんに共有させていただきましょうか。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、そういったところで、どうもり通信4月号、こちらが届いていました。いや、公式からまさか届くと思わなくてびっくりしたわ。はい、そうだよな。なんかこれ見て気づいたけどさ、もうすぐ4月ですよ。4月、やばいよ、年度が変わるよ。実感湧かないけど年度が変わるんですよね。それなんだよな。で、あつ森イベントカレンダーってことで、4月9日土曜日釣り大会ってことで、釣り大会が開催されております。ごめんなさい、開催される予定となっております。で、4月9日か。ですので、あと約10日後かな、約10日後に釣り大会が開催される予定なんで、皆さんこちら忘れずに参加しましょう。で、まずこれが1点目と、で、今年のイースターは、前の動画でも話をさせていただきましたが、4月17日日曜日にイースターが開催される予定になってます。で、自分もですね、事前にイースター、今年は何が行われるか確認してきたんですが、ただやっぱりね、去年と特に変わりはありませんでした。2021年版と変わらないかな。まあ、新しい家具とかが追加されてるんじゃないかなと思ったんですが、まあ、そうでもなかったんで、まあ、詳細に関しては、概要欄に貼っておくと思うので、ぜひね、そちらの動画見てください。2022年版のイースター。はい。で、メーデーか。そう、メーデーもあるんですよね。4月29日から5月7日土曜日までメーデーとなってます。で、メーデーなんだけど、あれ、約1週間もあったっけ？なんか1日しか開催されないという認識だったんだけど、まあそうでもないのがこれ見てると。メーデーね、なるほどね。で、たぬきショッピング、季節の限定アイテム入荷予定ってことで、3月26日土曜日から4月1日金曜日まで、こちらブーブークッションが販売される予定となっております。で、現時点でも多分ね、こちら販売されてると思うので、もしよろしければこちら購入されてみてはどうでしょうか。で、4月1日から4月30日まではプロムの壁。で、プロムの床。プロムのたすき。で、4月1日から4月10日までが連行。で、4月15日からはかっこいい地球儀。で、4月26日からは鯉のぼりと新聞紙の兜っていうことで、まあ5月ぐらいまではこういった形で何が追加されるかとか、ね、イベントカレンダーとかで展開されております。いやー、ついにやってくるのか、メーデー。なんか懐かしいな。あれ、メーデーに関しては今年で3年目になるのか。3年目っていうか3回目か。ですよね。イースターも3回目だし。で、メーデーも3回目か。そうなんだよな。2020年版のメーデーと2021年版のメーデーは、確かね、内容が若干異なったんですよ。なので、今年も、どうだろう。迷路の内容が若干異なってるんじゃないかなと思いますね。果たしてどうでしょうか。それでも2021年版と変わらないのかな、迷路。どうなんだろう。で、この迷路に関しては確かね、2020年版じゃなかったっけ。多分この迷路の形は2020年版だった記憶がありますね。2021はね、もうちょっと複雑だったんで、はい。まあそういった形で、このような形で、どうもり通信が展開されております。ですので皆さんぜひこちら覚えておいていただければと思っております。はい。ってことでそんな感じかな。いやーけど4月よ、4月。もうすぐゴールデンウィークよ。皆さん、ゴールデンウィークの予定は何かありますか？ゴールデンウィークはね、今年は確か連休が頑張れば10日間取れるんじゃなかったっけ？確かそういったスケジュールになってましたよね。いやー、ゴールデンウィークめちゃくちゃ楽しみだな、ちゃちゃまる。お前も楽しみだろう。
で、なんか返してくれって言われたんだけど、やっぱりこういうのは自分で渡しに行った方がいいんじゃないかと思ってさ、へへ、お前に預けた後急にそう思ったんだ。あ、そうなんだ。はい、ってことで、俺がねブーケに届けてないのバレたか、すまんな、ちゃちゃまる。ていうかお前よくわかったな。おう、なんだ金くれい、話しに来たよ。さっき浜辺を走っていたらジョニーのやつがまた倒れてたぞ。おいらは面倒だからお前見に行ってやったらどうだ、チーク。なるほどね。けど俺ジョニーにはあまり興味ないんだよな。感謝チーク、俺とおめえってずいぶん長いこと話してなくねえか。まさかわざとじゃねえよな。さすがの俺もへこんじまうぞ。おい、なんかさ、前の動画であったんだけど、ジンペイとバンタム間違えてる人結構多くないか。前の動画っていうか以前からか、以前からねちょこちょこコメントがやってくるんだけど、ジンペイの顔変わったみたいな。いや、ジンペイじゃないよねバンタムは。それなんだけど、社畜さん、うふ、こうやってお話しするの久しぶりよね。あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ、金くれい。ってことで、みすずちゃんでした。なんかみすずに関するコメントも前回の動画で結構ついてましたね。なんでだろう、みすずか。みすずってどうなんだろう、人気キャラなのかな。まあ人気キャラではあると思うけど、きっと今日はあなたに何度も会う日なのね、ホットドッグのみすず。てかホットドッグな服まだ着てくれてるんだ。これね、確か2020年の7月ぐらいかな、いや6月か、6月ぐらいにあげたんすよ。でもうじき3年目迎えようとしてるわけですが、未だに来てくれてるんだ。この服ってさ、まあ例えば住民にあげますね。例えばこの服って住民にあげます。で住民にあげるとどれぐらい来てくれるんだろう。まあ服をあげまくると昔の服はもう来てくれなくなるのかな、どうなんだろう。ちょっとそこについては疑問に思ってますね。何着あげても昔にあげた服って着てくれるんかな。まあそんなに服あげてないから、まあこういった形でホットドッグの服まだ着てくれてると思うんですが、なんか期限とかは設けられてなくて、まあ単純にたくさんあげたら以前にあげたものが消えてくみたいな感じなのかな。元気な挨拶をもらうととても嬉しいじゃない。でもつい照れちゃって小声で返すことが多かったのよね。だから毎朝島のみんなに元気に挨拶をできるようになることが私の当面の目標なの。あ、そうなんだ。挨拶はとても重要だからな。当たり前よ。そういえばなんかどれぐらいの方が共感してもらえるか分かりませんが、なんか自分が小学校の時にね、なんだろう、朝の挨拶運動みたいなのがあったんですよ。で門の前に立ってひたすら挨拶をするみたいな、まあそういった運動があったんだけど、懐かしいな。ひたすらおはようございますって言ってたわ。朝の挨拶運動。で、確か当番制になっていて、1年間に2、3回ぐらい朝の挨拶運動、借り出されていましたね。懐かしいな。朝の挨拶運動か。超懐いわ。で、これはなんだ？シャワーブース。で、現品限りですので、早い者勝ちですよ。お値段は11万ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。高くない？一重百千万、11万。めっちゃ高いな。だけど、まあ、11万ベルって書かれてるけど、まあ、妥当っちゃ妥当ではあるのか、11万は。そちらの商品はビニールチェアでございます。で、こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。お値段は760ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。760ベルか。ちょっといらないかな。今日の品揃えはちょっとあれですね。そちらの商品はクールなローテーブルでございます。で、こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。お値段は3300ベルとなっております。なるほどね。ただこれもいらないかな。ただ今日はなんか品揃えが結構シンプルだね。シンプルと見せかけて高そうな壺が置いてあったわ。で、こちらなんぼだ、小ぶりな壺か。4800ベル。高えな。未だに値段設定がいまいちわからないわ。まあ、壺の方がどう考えても安そうな感じしますけどね。ローテーブルが3300。で、このチェアが760だっけ ?760 か。まあ、安いよね。値段がだいぶ違うからな。どれだけ値段が違うんだよ。はい。まあ、そんな感じかな。
いやけどそれにしてももうすぐ4月か。はい、4月ですよ。マジで実感わかん、実感わかなさすぎて怖いわ。春ですよ春。3,4,5 と、あ、3,4,5 って春か。あ、そっか、5月は夏じゃないのか。はい、まあそういったところでまたねこれからもこちらの、はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で、冒頭でも言った通り、どうもり通信多分みんなのアドレスにも届いてるんじゃないかな。もしかすると任天堂オンラインに加入してないとこちら届かないかもしれませんが、こういった形で任天堂公式からメールが直々に届いてるんで、もしよろしければこちら確認していただければと思ってます。では今日の動画一旦終わりますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。